仏教大学はこちらをご覧ください。身の回りの出来事から国際情勢まで社会のあらゆることに疑問を持ち探求するのが社会学。社会学部には2つの学科が設置されています。現代社会学科では国際関係や紛争などといった現実の問題を歴史や文化、宗教の多様性という観点を持って考える文化国際コース。現代社会の身近な課題に目を向け解決方法を模索する共生臨床社会コース。現代の社会に必要なメディアのあり方を探求する情報メディアコースの3つの領域で学んでいます。これらを通し、社会問題を多角的な視点で捉え、未来の社会に貢献できる力を身につけます。公共政策学科では、リニューアルされた2つのコース、地域政治コースと地域経済コースで、経済、政治、法律を中心に、豊富な科目から社会科学の様々な学問分野をバランスよく学ぶことができます。そして公務員養成カリキュラムがより充実され、経験豊かな講師が試験対策講座などを行うなど、夢に向かう学生を強力にバックアップしてくれていますよ。また、実践力を養うプロジェクト演習もチェックのポイント。受講生は10名程度のグループで様々なフィールドワークに挑戦し、調査力や分析力、プレゼンテーション力を養うことができます。念願だった地元の松山市役所へ就職が決まっているこちらの先輩。過疎化や少子高齢化など地域が抱える問題を解決し、住みやすい街を作ると強く決意しているようです。